こんにちは。7月11日木曜日の IG 証券ランチエクスプレス、キャスターの長谷部真奈美です。注目された FRB のパウエル議長の議会証言を受けて、ニューヨーク市場は主要3指数とも一時過去最高値を更新しました。今日も番組では利下げの可能性、回数、そしてアメリカの金利、外為市場の動向までしっかりと見ていきたいと思います。まずはこちらのコーナーからです。昨晩の海外市場の動向を確認しましょう。 IG グローバルマーケットアップデートです。アメリカの株式市場です。パウエル FRB 議長はこの日の議会証言で利下げの必要性について言及しました。このことによって下げ期待が再び高まり、主要3指数は上昇しています。次にアメリカの10年債利回りです。雇用統計後の反発基調と利下げ期待がぶつかり合う展開となりましたが、最終的に利下げ期待の方が勝り、 FOMC 後のキャップ水準 2.07% 以下で終えました。次にニューヨーク原油先物です。アメリカの原油在庫が減少したことや、メキシコ湾での原油の生産停止が意識されて5営業日続伸となりました。おしまいにニューヨーク金先物です。フェットの利下げ観測と対ユーロでのドル売りが意識されて続伸しました。以上、マーケットをおさらいしました。続いてはこちらのコーナーです。最新の市場分析をお届けします。 IG マーケットアウトルックのコーナーです。今週はどんなお話が聞けるのでしょうか。解説は IG 証券シニア FX ストラテジストの石川純一さんです。石川さん、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、はい、まあ、前回の FOMC から米中首脳会議、はい、そして雇用統計を通過して、まあ、ビッグイベントを通過してのパウエル発言ということで、どう捉えましたか。はい、そうですね、まあ、基本的にはですね、目新しい材料はなかったかなというふうに、考えることはできますが、まあ、肝心なのはやっぱりその発言内容にマーケットがどう反応したのか、はい、というところがやっぱり重要でありまして、まあ、そういった意味では やはりですね、雇用統計後からの流れを見ていくと、やはりアメリカの長期金利、まずはここをですね、しっかり抑えていくことが重要かなと。でそれがですね、マーケットに及ぼす影響ですね、あとはですね、まあ、利下げの話が今来てますので、まあ、市場がどのような思惑で、フェッドの金融政策について考えているのかということも、重要になってくると思います。はい、今日はこれらの点をですね、まあ、まとめて、今週のサマリーがこちらになりますですね。はい、そうですね、で先ほど言いました、はい、そうですね、アメリカの長期金利の動向からまずは確認していきたいと思います。はいはい、ではこちらのスライドからですね、反発基調のアメリカの長期金利、はい、そうですね、でここで重要なのはまず横軸がですね、まあ、注目されるのが 2.0% の心理的節目と 2.07% のですね、ラインなんですね。はい、じゃあなんでこの 2.07% のラインが重要かというと、それは FOMC 後にですね、ずっとキャップされてきた数字なんですよね。うん、実際に、見てみますと、まあ、FOMC 先月6月、まあ、18、19にありましたけれど、まあ、皆さんご存知の通りで、その後ですね、急低下しまして 2% 割れ、しかしですね、2度反発してこの 2.07% でキャップされてるんですよね。でその後ですね、まあ、急低下して 1.93% まで一時来ましたが、うんうん、さて NFP を迎えてどうなったか、まあ、急反発してですね、再び 2.07% を超えました。ただ2.11% の数字まで来ると急低下してしまった。その理由は、まあ、パウエル FRB 議長の議会証言になったということで、現状水準再び 2.07% 以下までまた低下してるんですよね。これ今後どういう動きになるんでしょうね。そうですね、やはりですね、アメリカの今のこの長期金利というのは、やはりフェットの金融政策のスタンスによって決定されておりますと。はいはい、ということはそのフェットのスタンスが転換しない限りは、うん、まあ、雇用統計後のですね、調整の反発、まあ、こういった局面は今後も散見されるとは思いますけれど、結局のところですね、指標データ特にインフレですよね。やはり昨日もパウエル議長言ってましたけど、やっぱりインフレに対してですね、強いですね、警戒感を抱いておりますので、まあ、今日は CPI 発表されますが、はい、そこで、まあ、インフレの低下基調が止まるのかどうか、といったところが目先のですね、アメリカ金利のトレンド見極めで非常に重要なポイントかなと思っておりますが、まあ、でも利下げに関してはもうある程度今月の織り込み済みだと思いますし、で焦点はもうすでにそこではないんですよね。ではその点をですね、次のスライドで見ていきましょう。はい、こちらですね、焦点は FF 金利の市場予測を見てみますと、そうですね、でまあ、このスライド自体はですね、何度かこの番組でお見せしました。はい、で一番左端が FOMC ということで、日程が7月から12月、あと計4回ありますと。はい、でまあ、左から順にですね、いきますと、まあ、FF 金利のターゲット予想、まあ、金利ですね、はい、あとはですね、それぞれのターゲットレンジがありますが、一番右端赤い部分で書いた部分ですね、こちらが現状の政策金利のターゲットとなっておりますと。うん、ではですね、
まず初めに見ておきたいのはこちらですね。やはり31日、今月31日ある FOMC なんですけれど、まあ、この利下げの確率を見ていきますと、まあ、2% が 2.25、うん、さらにその下のレンジですよね、はい、で2つに分かれておりますが、これ実は面白くて、あの昨日の段階ではこの今 75% 前後のですね、まあ、利下げの確率の部分、まあ、2% が 2.25 のレンジなんですけれど、ここ昨日 98% だったんですよね、うん、でも 75% 台も下がってると、うん、なので低下してるじゃないかと。でもそうではないですよね。左側の数値が急速に上がったと。なるほど。ということはパウエル発言を受けてさらにハト派スタンスで見る市場参加者が増えたがゆえにですね、 98% が 75% まで低下したというふうに見る方が自然ですと。なるほど。ということは市場はよりハト派に見ているということが言えますし、じゃあ一番最後の FOMC の12月の確率見ていきましょう。ここが一番高い。そうです、一番高いところ確率どこなのか、さらにその下ですよね、まあ、1.5% から 1.75% のレンジということで、はい、まあ、今後経済情勢によってはどうなるかもちろん分かりませんけれど、うん、7月の FOMC の焦点に関してはもはや利下げではなくて、うん、その利下げの回数、継続的に利下げをフェッド行うのか、もしくはそのような状況に追い込まれるのかどうかといったところが焦点になってきておりますので、はい、まあ、7月の焦点というのはそこを見極める上でやはりですね、あのフェッドの政策スタンス、まあ、ここが非常に重要になってくると、利下げそのものではなくて将来の政策スタンスを見極める上でそういったですね、 FOMC の声明であるとか、あとはパウエル議長のその会見であるとか、そこからやはりヒントを探ってくると思いますと。でそうなってくるとやっぱり FOMC が意識されている以上ですね、調整の金利の反発はあっても結果的にはですね、やっぱりそういった FOMC での動向が気になるということですぐに反落してしまう、まあ、昨日のようにですね、まあ、低下してしまうという局面が考えられますので、まあ、金利の低下というのは今後もやはりですね、うん、続く可能性は高いとは思いますね。なるほど、まあ、これを見ていくと、まあ、あの、はい、よりこう、まあ、ハト派スタンスに、まあ、ハト派に傾いているというところでいくと、ね、はい、まあ、株式市場にはどんな影響が出てくるんでしょうか。はい、で去年の10月からですね、株式市場、まあ、かなり乱高下する状況が見られておりますけれど、じゃあその要因は何かというと、うん、やはりですね、2つのリスクがありまして、1つはですね、まあ、米中リスク、でもう一つはフェッドリスクだったんですよね。ただそのフェッドリスクに関しましては、もう今回こういった形で、まあ、あのパウエル FRB 議長自身がですね、ハト派スタンスをもうかなりですね、強烈に鮮明にしていることで、フェッドリスクはもう後退していると。ということは、あと残るは米中リスクですが、こちらも今再び交渉再開ということで、さあどうなんだということで様子になっていると。そうなってくると、今株式市場にとってはこの F 金の予測もそうなんですけれど、フェッドのスタンス自体もやはり株高のサポート要因となるというふうに考えることができます、うんうんうん、じゃあ次に見たいのが、はい、そうですね、これ今お話がありましたね、そうですね、失礼しました、まあ、複数回やると計3回ぐらいあるんじゃないかという、うんうん、まあ、話もあるということですね。なるほど、はい、そうすると、はい、こちら投資家のリスクセンチメントはどうなっていくか、はい、どうでしょう、見た感じですね、本当ですね、もう20ポイントこの番組ではいつも見ていますね。そうですね、VIX指数、そうですね、まあ、ビッグ指数も VXN 指数もですね、まあ、両方とも警戒水準20ポイント下回っておりますと。で要はですね、今はもう投資家はですね、リスクを気にしているのではなくて、やっぱりリスクを取りに行っているという、まあ、スタンスがですね、こういったですね、ボラティリティ指数からも伺います。ただそうは言ってもやっぱり今アメリカの株式市場最高値圏にありますと、そうなってくると当然反落リスクというのは警戒すべきであると、うんうん、いつまでもこれが続くとはもちろんですね限らないし、まあそうですね、一方向に行く相場というのも当然このように存在しませんので、うんうん、でかつですね、そのシグナルがちょっと出始める可能性が今後ありますので、その点を次のスライドで確認していきましょう、うんうん、はい、こちら調整の可能性、まあ、これを意識したいということなんですね。でこちらのスライドもですね、まあ、何度かこの番組で、お見せした S&P500 の動向とその市場の変動幅ですね、まあ、日々の変動幅をですね、うん、まあ、ボラティリティという形で見た、ラインを見てみると、再び低すぎるボラティリティの水準 6% 台を視野に入れる展開となっていると。なるほど。で低すぎるボラティリティというのは次のボラティリティ拡大のシグナルになり得るという点を考えるんでしたら、やっぱり調整の反落は警戒したいということなんですが、じゃあその反落の度合いどうなんだということで、実際ちょっと視覚で見ていきましょうか、こちらですね、はい、赤と青両方で、ね、出てきましたが、個人的にはですね、やっぱりこの右側の青の部分、まあ、先月のですね、あ、申し訳ございません、5月のですね、ああいった調整局面は、まあ、あってもおかしくはないかなと、うん、ただ赤い部分、
これは昨年10月から12月の急落した時ですよね。あの時は調整とは言えないぐらい、その時はですね、言えないぐらいのですね、まあ、ヒステリカル反応だったんですが、結果的に今はあれは調整だったなというふうに言えるだけの話です。ただあのようなヒステリックな反応というのはやっぱり今は現状は出にくいと。なぜならフェッドリスクが後退しているからということが考えられますので、あっても調整の反落程度かなというふうに考えることができますし、あともその度合いによってはですね、度合いに関してはやはりあの決算、まあ、あのまた決算シーズンを迎えますので、まあ、そこに依頼目だからという感じもしますよね。まあ、ただこの 6% という水準低すぎるボラティリティには、ね、まあ、要注意引き続きというところですよね。そうですね、そうですね、サイクル的にはですね、反落してもおかしくない可能性というのはですね、今後散見されるだろうというふうに考えることができます、ね。なるほど。そうすると、まあ、毎週のように確認しているその、はい、トレンドパターンですけど、外為市場のですね、これはまあ結構リスク先行が続くということですよね。そうですね、まあ、結論から言うと株高基調が続くと、でその合間にまああの反落の調整があるということですので、うんうん、じゃあ外為市場、これ、はい、トレンドパターンを、はい、何回でも見ましょう。はい、縦軸に株式、横軸にアメリカの長期金利、ね、で主にですね、まあ、4つのパターンに分かれるというふうに、まあ、何度もですね、うん、この番組ではご指摘しているんですけれど、まあ、株高基調をですね、まあ、軸と考える場合、いや今後も継続するということを考える場合、外為市場のトレンドは結局はアメリカの長期金利が要は 上昇、要は右側に振れるか、それとも低下、左側に振れるかといったところにやはりですね、まあ、左右されるであろうと。で直近はですね、反発基調がついていたので、まあ、ドル高基調が散見されてきたわけなんですが、やっぱりパウエル FRB 議長のです、ね、発言を受けて今度は低下基調が高まっていると、うん、で結果ドル安圧が高まっている、でドルなどまあ108円00付近まで、まあ、今、低下しているという状況も考えるのでしたら、株高よりもやはり金利の動向の方がトレンド決定になっていることが分かります。でそうなってくると一番変わりやすいのは何かというと、株高イコールリスク先行の恩恵を受け、かつ金利の低下イコールドル安の恩恵も受けやすい新興国通貨、あとは資源国通貨ですね、こういったものが変わりやすいですし、実際昨日のですね、騰落率を見てみますと、主要な新興国通貨タイドルで上昇しています。例えばですね、あと資源国通貨豪ドルとかカナダドルもですね、タイドルで上昇してますので、まあ、こういった大まかなトレンドというのはまだ生きているかなというふうに考えることができます。引き続き画面の左上のところですね、そうですね、が変わりやすいという、そうですね、状況は続くかなとは考えていますね。なるほど、はい、今出てきましたドル円をじゃあ最後に解説いただけますか。はい、ドル円ですね、はい、こちらですね、どうなるんでしょうか、動向を見ていきましょう。はい、はい、でまず注目していただきたいのはこの110年3期を起点とした赤い、短期レジスタンスラインですね。でここをですね、一気に情報ブレイクしたはいいんですが、ちょうど109円手前でもう止められてるんですよね。やっぱりここが非常にポイントで、でというのもですね、ちょっと目を左側の方に移していただくと、この109円で実はサポートポイントとしてもですね、意識された経緯があったんですよね。ということはこのラインというのは直近はですね、まあ、サポートとしてもレジスタンスとしても意識されやすい水準であるということがですね、昨日の反落でまあ証明されましたので、そうなってくるとこの109円というのは今はそれ以下で推移してますので、レジスタンスポイント、重要レジスタンスポイントをやっぱり意識しておきたいと、うん、一方下値に関してはですね、まあ、107円ですよね、まあ、ここのですね、水準を再び割り込むかどうかといったところが注目がされますので、まあ、目先はですね、まあ、短期レジスタンスラインを突破したことで、まあ、三角形の関係は終わりました。要は下降トライアングルですね、ディセンディングトライアングルの関係は終わりましたけど、今度は107円から109円の2円レンジを中心としたボックス相場へシフトしたというふうに考えた方がやはり自然ですし、まあ、107円109円どちらをブレイクするかというのはやはりアメリカ金利の動向なんですが、基本的には金利が低下している局面で仮にですね、何らかのネガティブ要因で株式も下落することになると、これは円高プラスドル安のダブルパンチによって107円ブレイクの例えば直近安値106円77、こういったところを再びトライしてもおかしくはないですので、まあ今金利が低下局面にある以上より警戒すべきはですね、やっぱりまあ下値トライの方かなというふうに考えることができますよね。なるほど、分かりました、うん、はい、まあ、先ほどお話にも出ましたが、今日が CPI あるというところで、まあ、そこまず注目したいということですね。はい、で本命はやはりですね、PC、コア PC ですので、はい、やはり、まあ、月の後半に発表されますので、まあ、そこら辺も注目かなとは考えております、はいはい、そして、もうすぐもう夏休みもやってきますし、そうですね、石川さんは夏休み返上で、そうですね、ちょっといろいろとですね、愛知証券の、ね、はい、都市川さん向けにセミナーがあるということですね、いろいろと、まあ、予定もされておりますので、はいはい、番組ともどもこちらも注目いただきたいと思っております、はい、お送りしてまいりました愛知証券ランチエクスプレス、今週はこの辺でお別れとなります。また来週お会いしましょう。失礼いたします。